はい、皆さんこんにちは。はい、ということですね、たった今先ほど、メイウェザーの秘蔵っ子がですね、ボクシングで勝ったということでですね、動画を上げてみたいなとそういうふうに思ったんですけども、カーメル・モートンが、ボクシングでメイウェザーの秘蔵っ子ですかということでですね、かなり注目されていたんですけど、まだ17歳です。あ、井上尚弥と、うん、なんか比較されてましたね、うん、その選手ですか。ガーボンタ・デイビスの次みたいな感じで言われてる、うん、似てますよね、似てますね、選手なんですけども、先ほど無事勝利したということですね、これから盛り上がっていくんじゃないかなとそういうふうに、思っているんですけども、本当にこれから期待ですね。スーパーフェザーですから、スーパーフェザーですから、井上選手が今スーパーバンタムですから、はい、もしかすると今スーパーフェザーぐらいまで上げるっていう可能性ありますね、はい、次ね、タパレスとやって年末に勝ったら次フェザーに上げるっていう話もあるんで、近い将来交わることがあるんじゃないかなとそういうふうに思ってます。はい、ということで今日は皆さん素晴らしい休日にしてください。ありがとうございました。